こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星部翔です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。今日は素敵なゲストに来ていただいております。はい、まずはですね、伊勢丹の稲葉さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてベルベストからは工藤さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。楽しみにしてました、ベルベスト会。そうなんですよね、はい、もうマシンメイドの最高峰と言われる北イタリアを代表するブランドなんですけれど、今日はその2022秋冬の新作ということで余すところなくお伝えしていきたいなと思っているんですが、はい、改めてこのベルベスト、どういうブランドかっていうのをちょっと一言でちょっとお話しいただいてもいいでしょうか。一言で、はい、なかなか難しいですね。大丈夫です、一言じゃなくて。一番北イタリアを代表するエレガントでナチュラルに着られるいい服だという認識でございます。ベルベストはいつぐらいにできたブランドでしたっけ。創業は1964年です。ということはちょうど、60年ぐらいですか。60年ぐらいですね。北イタリアと南イタリアがどういう違いでしたっけ、スーツって。まあ、南イタリアの方がより分かりやすく言うとちょっと男性的というか、うん、まあ、より誇張されてる、まあ、スーツとかジャケットが多いのかな。ニュートラルでインターナショナルなスタンダードとして着れるのは割と北イタリアのスーツとかジャケットの特徴というか。あえて何もしてないみたいなことをおっしゃってましたよね。まさにそれです、うん、はい、割と普通に見えるんですけど着てみるとすごく着心地が良かったりとか、言えないですけど、うん、フランスの某メゾンの、まあ、ずっと作ってらっしゃいますもんね、はい、某メゾン H とか あと L とかもそうですよね。あのやったことはありますね。なのでもう間違いないというか、うん、前回はでも確か稲葉さんではなくて、そうですね、谷口っていう弊社のバイヤー。そうですよね、はい、それと押しのけて今日はやってまいりました。押しのけて同期なんですけど稲葉さんのベルベスト熱も高いってわけですね、はい、俺が行くということで俺が行くということで、はい、そんな、はい、まあ、ベルベストなわけですけど、今期なんかちょっと珍しいアイテムが出てきたということで、まずは一押しのアイテムから。レザーです。珍しいですね。レザージャケットです。え、レザージャケットってあまり馴染みがないワードなんですけど、ライダースとかとは違うわけですよね、うん、テーラードジャケットの形の素材がレザーというやつです。あんまり見たことないかもね。あまり見たことないです。てかこの番組でも特集したことはほとんどないかもしれない、まあ、レザージャケットの流行というのはやっぱりこうメンズファッション、まあ、レディースファッションももちろん含めてなんだけど、こうやっぱりサイクルがあって20年に1回ぐらいのタームで来ますね。ということは1900年代後半から2000年代前半ぐらいにかけて一度来てたわけですね。1回ね、ありますね、まあ、最近確かに結構人気なんです。レザーアイテム自体が人気でここに 1,2 年ぐらい増えてきてるんですけど、スウェードとかはね何度かあるかもしれないけど、多分稲葉さんお持ちのやつはなかなかないですよね。うわ、ほんとだ、レザーだ、はあ、レザーなんですよ。こちらのラムレザーのナッパは割と比較的こうレザーらしいんですけど、うん、こっちのこれゴートスウェードなんですけど、はい、ゴートスウェードは、はい、ヤギのスウェード、ヤギのスウェードです。滑らかさがすごいので、まあ、ちょっとぜひ、柔らかい、柔らかいですよね。ゴートスウェードってキメが細かくて薄いのでやっぱりすっごく品がありますから、本当にこうみずみずしいというかしっとり滑らか、うん、なんかこれお肌で言ったらもうすごい保湿してるなって感じのそうですね、これはね高いと思う。こっちも高いと思うよ。だって素材すごいもん、クオリティが。これまた柔らかいですね。柔らかいししっかりとした肉厚感もあるじゃない。あります。割と腰もあるよね、ちゃんとね。ありますね、うん、水分が多い、ちゃんとこうピチピチ感というか。そうですね、形は段返りの三つボタン。そうですね、そしてここの腰のところが特徴的ですかね。これパッチ&フラップ、パッチ&フラップ、パッチのポケットとフラップが両方ついてると。ややそういうちょっとトラッドな、はい、あのジャケットから連想したものになってます。なるほど。ポケットのところの縫い目、ステッチがね効いてますね。これね、これ表側だと分かりやすいんですけども、実際こういうテーラージュジャケットには通常入っているものなんですよ。うん、なるほど。それをそのまんま採用しただけなので、基本的にはテーラージュジャケットと作り方ほぼ同じです。うん、へー。今回の一番のすごいところって、はい、胸周りとあとラベルの裏側に入っている、はい。うん、はい、あの毛人ですね、はい、ちょうど服の骨組みになるようなそういうアイテムなんですけど、はい、それをレザーにも入れているというところ。なるほど。革なので硬、うん、い分それを省いてしまうっていうのが多いんですけれども、うん、まあ、すごく贅沢仕様のジャケットです。中に使っている芯も非常にソフトで柔らかい芯を入れることで成立する。これはフル毛人ですか。フルキャンバスです。そうそう、新しいうちはそれほど気づかないかもしれないんですけれど、着ていって、まあ、数年後、うん、馴染んできた時に、本当に皮がふわっと柔らかくなってきた時に、うん、自分の体にしっとりとこう馴染んでいくっていう、うん、あのジャケットに変わります。
で毛人っていくつかこう組み合わせてハの字に縫っていくのね。縫っていってこう合わせたものをこの中に入れてるわけですよ。だから手間暇がかかってるの。レザージャケットってやっぱ肩周りがすごい硬くなっちゃったりとか、うん、なんか見た目一見良くてもちょっとなんかバランス悪いよねとか、革の剥ぎをこういっぱいつけてパズルみたいに埋めていくみたいなのが多いんですけど、うん、ベルベストに関してはそのスーツと同じラインで同じ工程でジャケットを作れるので、まずパターンがすごい優秀だっていうのと、うん、生地も贅沢に使ってるので、普通レザーってここに剥ぎがね、そうなんですよね、あるんですよね。これ1枚なんですよね。どういうことかっていうと、相当でも大きいもの、大きいものもそうだし、傷がないものを選ばないとこういうことにならないわけですよ。相当綺麗な本当にいいところのレザーを使ってるんじゃないかなと思いますね。だから当然高いですこれ。そろそろじゃあお値段参りますか、はい、値段2着とも違うんですか。これは一緒です。あ、一緒。いくらぐらいでしょう。ベルベストのこう通常のジャケットとかで20後半後半とかですよね。え、今のお話聞いたら50。あ、まあ、いい線いってるかもね。いくらですか。29万7千です。すごいコストパフォーマンスいいですねこれ。そうですね。え、いろんな意味で肩透かし食らったな。え、ちょっと待って。いや、普通さっき言った、はい、メゾンの価格で言うならば、はい、多分 7,80 万で出してたとしてもおかしくないクオリティだと思います。これ伊勢丹さんももちろん、はい、はい、やられると、はい、やります。え、これ稲葉さんご覧になった時どうでした。あのレザージャケットは結構強いブランドってあるんですよ、うん、レザージャケットを、まあ、手でやってるとかで、価格帯が一角下のものとかも、まあ、やっぱりどこか着心地面だったりパターン面とか、うん、あんまりいいのないよなとか作れないよなと思ってたんですけど、うん、今回これ見た時にまさに柔らかくて型紙も良くてで、ちょっとラグジュアリーさもあって、うん、素晴らしいなと思ったので、はい、問題はこの着こなしなんですよ。いや、そうなんですよ。これどうやって着ればいいんですか。これまずちょっと聞きたいなっていう。それはもう私お三方に聞きたい、それぞれの見解で、うん、あ、じゃあちょっとね、行ってみましょうか。不動さんいかがですか、ね、はい、表側から行きましょうか。まあ、やっぱりこれの場合だと色数を抑えることが重要で、今だったらやっぱり当然モノトーンブームなんで、うん、カシミヤのタートルネックにタートルネック、ハイゲージに、それで品よく合わせます、うん、でボトムスはクリーンな白だったり千鳥柄だったり、ちょっとトラディショナルなアイテムを少しこう入れていただけると強さが和らぐ印象になる。靴はどうしたらいいですか。あんまりこうボリューミーな靴じゃなくって華奢なもの、スリッポンのシューズが良くて、やっぱりあとはまあ表側の黒で統一感を合わせた方がいいかなと思いますけど、稲葉さんいかがですか。はい、僕はそうですね、やっぱ強いものをこう甘くいかに着れるかっていうのがポイントだと思うので、まあ、ベージュとか白系のアガエルでもいいですけど、デザインニットみたいなのを着て太めのパンツ、ベージュのパンツみたいな、少しこうストレート寄りのパンツでファッション性とかを出していくみたいなのがいいかなと。靴どうしますか。靴は僕丸い靴でいいかなと思います。素材は、はカーフで、レザーでいいと思います。カーフで。え、星葉さんどうですか。僕ね、着てたんですよ。おお、はい、もう本当に20年前とかにも着てて、で最近買い直したんですよ。今年どうやって着ようかなというふうに思ってたんですよね。ちょうど普通に白いシャツとかで黒いパンツ、うん、クリーンにとかっていうのはちょっとモードっぽくてかっこいいかな。黒のタートルか白シャツかっていう感じかな。まあ、あとはもっとカジュアルに行くんだったら白 T の上にパンって着ちゃうとか、うん、やっぱね、難易度が高いアイテムだと思うので。うん、そうですよね。まあ、ちょっとね、お二人の意見も参考に、これ決まったらめちゃくちゃかっこいいんですよ。これちょっとチャレンジしてほしいですね。はい、こっちのスウェードの方はどんな感じがいいですか。ベルベストとしてはどちらかというとこっちのスウェードの方をお勧めしたくて、うん、っていうのもやっぱりゴートスウェードの品の良さ、キメ、うん、の細かさ、あとこのしっとり感っていうのは本当にこう他にないジャケットが出来上がったなと思いまして、まあそれを生かしてよりクリーンな大人の、まあ、ちょっと優雅な感じに見えるようなコーディネートしてもらいたいなっていうのはある、うん、これだったらあのフランネルのチャコールグレーと、あー、あとはこれにねモスグリーンのニット、モスグリーン、はい、モノトーンにグリーンって注目されつつある色のコーディネートでもあるので、うん、まあ、ネクタイなんかでグリーン取り入れてもいいですし、なんかねそういう風に着ていただけるとすごくいいんじゃないかなと思ってます。ボリュームありすぎる靴というよりはサイドゴアのシューズとか、これは表側でもスウェードでもどちらでもいいと思うんですけれど、すっきりめの靴。稲葉さんいかがですか。僕はこのスウェードのレザージャケットはいつものテーラードジャケットの着こなしと同じような感じでいいと思ってるんで、冬素材のジャケット、テーラードジャケットって思っていただけたら、あんまりこう考えずに着れるかなと思ってます。うん、星葉さんいかがですか。僕さっきと同じかな、白シャツか黒タートルか。うーん、うん、
まあ、着こなしやすそうですね、これね。普通に黒のパンツで、これはすごくね、工藤さんおっしゃるように上品に、ベルベストならではの本当に贅沢な感じで着れたらめちゃくちゃかっこいいと思いますかね。いやでももう触った感じもこの見た目も高級感しかないし色気しかないですよね、うん、じゃあ続いて、はい、ちょっと他にもラインナップあるので、ね、スーツです。スーツ去年もカシミヤのセットアップで出したんですけども、ね、出してましたよね。カシミヤシルクのジャージを使ったセットアップ、贅沢でしかないですね。カシミヤシルクでジャージ触ってみた方が多分、はい、これ高いな。え、カシミヤシルクでジャージってことはカシミヤだけど伸びるってことですか？そう、ニットだね。いきますね、はい、あー伸びるよ伸びるよ。この柔らかさがやっぱ編み方が違うからなんですかね、うん、シルクを少しブレンドすることでタッチがもうちょっとクリアになったり戻る感じがすごくあって、ただ単にラグジュアリーじゃなくてちょっとこうラギットななんかこうアメカジの要素もあるっていうか、これはあの実を言うともう完全に伊勢丹別注になりまして、へ、稲葉バイヤーが選びました。そうですね、作っちゃったんですか稲葉さん、はい、このモデル自体はもともとベルベストであって、うん、ほとんど副取材もなくてかなりこう軽い仕様のジャケットに、うん、パンツもこのネベストゴムになっていてセンタークリースを叩いている、まあ、いわゆるコンフォートセットアップの、うん、ラグジュアリーっていう軸は、うん、あの特に弊社のビジネスマンの方非常に重視しているので、まさにこうそれを体現したような、パッと見はそう見えないですよね。そうですね、ヘリンボーンでねクラシックな柄ですからね。そうなんです、一見こうクラシックなんですけど、うん、あとはもう本当何より着心地がいい。カシメってやっぱ軽いので、セットアップの中のロールスロイスみたいなもんなのかななんかプライベートジェット持ってそうですもんね。そうですね、 そうですね持っててもおかしくないぐらいのレベルですよ、はい、これ聞きますか、ね、値段いくらですか。38万5千円です。これはもう申し訳ございません。あのまあ行きますよね、はい、あの、うん、最上級をあの選びました、うん、稲葉さんが同素材のこれ袋もあるんだよ。なんかこの中に入れられるってことですよね。これそうですそうです。カシミヤをババッと畳んで袋に入れていいんですか、うん、何その使い方。我々のリクエストとして、まあ、伊勢丹さんで、まあ、一つスペシャルなアイテムをって言った時に、うん、まあ、稲葉さんもとにかくいい生地からジュニアラムで稲葉さんそういう癖あるんですか。あるんですよね、そういう癖あるんですよ高いものに目がなくて着数は少なめなんですけれども伊勢丹ならではの一番いいものっていうところでは間違いのないものができたのかなと。これはもう伊勢丹でしか買えない。はい、はい、おじゃあちょっと気になった方はぜひ急いでいただいた方がいいですね、はいはい、続いて、はいはい、おまたすごいの出てきたな、なんか、ね、あの今シーズンカシミヤのジャケットに関してはあの3種類作ってまして、うん、はい、1つはネイビーのジャケット、うん、あの通常ラインと、あと私が着てます千鳥のジャケット、はい、あこれもカシミヤなんですね。これもカシミヤ、なるほど、同じ形ですね、うん、ジャケットインザボックスです、はい、それのグリーンのブレザーですね。おすごいな。グリーンに関してはベルベストの B をあしらったメタルボタンが付けます、うん、ベルベストの最高傑作と言われるジャケットインザボックスですから、うん、もう今回のカシミヤについても当然最上級のもの。ジャケットインザボックスの形改めてどんな特徴があるのかちょっと教えていただいていいですか、うん、簡単に言うとアンコンジャケットの一種になりまして、はい、ケジンと呼ばれる内容物がここの半分で止まっていて、うん、それから下は一切芯材が入っていない非常に軽いジャケット、うん、箱に入れて畳んでプレゼントしても大丈夫なぐらい内容物を省いているっていう、うん、一番メーカーのスタッフが気をつけているのは胸周りの立体感と、はい、あと襟の曲げ具合だと。まあ、そうすることによってより多くの人たちにナチュラルにフィットしていく、そういうものの考え方をしているのがジャケットインザボックスなので、ちょっとサイズがずれたとしても非常に着心地、あとはシルエットの綺麗さが出るというふうになってます。ちょっと触っていいですか、はい、こちらもカシミヤですよね。あーやっぱさっきと全然違う。すごいよね。全然違います。ジャケット的なピシッとした感じも感じますし、うん、そうですね、だけどこのしなやかさ、今回だからやっぱりグリーンをご用意したってところに一番ポイントがあって、うん、正直難しいアイテムだと思うんですよ、グリーンのメタルボタンのジャケットって、うん、そうですね。でかつこのグリーンの色合いもやっぱり深みがあって、こういうジャケットにミディアムグレーのウールパンツでシンプルに合わせた時の、うん、やっぱ大人の優雅さっていうのは、うん、まあ、何とも言えないんじゃないかな。めちゃめちゃ大人ですけどね。白シャツに本当にミディアムグレーのパンツとかね、すごくかっこいいですよね、はい、いいですね、まあ、マスターズ優勝
10回ぐらいやってるなんかわかる、それはすごい方ですよ。マスターズなんかグリーンのブレザーってイメージがすごく強いから、あ確かにそうかもしれ、これで本当にグレーのパンツで白いポロシャツとか着てゴルフ場行ってたらとんでもないお金持ちだ、うん、確かに。じゃあちょっとお値段をね聞いてみましょう。さっきのセットアップもお高いんですけども、はい、この35万2000円でなるほどね。そう考えるとなんかちょっとセットアップ可愛く思えてきました、うん、プラス3万でパンツついてくるんですよね。いいジャケットですねこれ、見たことないこんなの着てる人、すごい素敵なんだよな、かっこいい、ありがとうございま す。まだまだありますよ ね、はい、まだまだ。これねあのカシミヤ100のコートを作りました。やだ、バルマカンコートで少しこう A ラインの形なので、はい、ボリューミーで少しゆとりを感じて着ていただけるタイプです、うんうんうん、色はブラックだけですのみ、はい、あえてちょっとシルエットが大きめになってるってことですか。そうです、あの裾にかけてこう広がりがあって、あのすごくこう、こうなんて言ったら着た時のこう動きが出るような、その分量カシミヤ100ですか。そうなんです、にゃたっぷりと、これはすごい、そうです、これはね着たら多分召されるもうなんかもう天国に行ける。黒だからずっと着やすいですよね。そうですね、これでサイズいくつぐらいですか。48です。ちょっと着てみていいですか。そうなんです、めちゃくちゃお似合いです。これはですねやっぱり小芝さんに着ていただかなければいけないコートだったので、ありがとうございます。軽っ、この肩の落ちもめちゃくちゃ特徴的です。すごく綺麗に出るんで、シワもほとんどないです。これは高いな、これ いくらですか。47万3000です。まあなりますよねめちゃくちゃいいですね、シンプルで。触ってみて、ここですか、え気持ちいい、コーデュロイが、コーデュロイだであんまりキラキラしすぎないカシミヤなんですよ、それって、うん、なので今みたいにスーツに着ていただいてもいいですし、うん、あの少しカジュアルになったスタイリングの時でも綺麗にはまっていただこう、うん、しかもこれさ、びっくりするのが、はい、裏地を、はい、めっちゃツルツルなんだよね。あ、本当だ、ベルベスで使っている裏地はかなり上質なの、うん、超高級な裏地ですよこれ。ニットとかが全然傷つかずに摩耗せずに着れそうですよね。そうなんです。でもなんかお話を聞くと高いのにも納得ですけど、うん、パッと見、うん、それが前面に出てないじゃないですか。出てないじゃん、だから上品だよね、うん、すごい。それが真のやっぱり男のかっこよさだと思います。いやーそこかー、これいいですね。ありがとうございます。これもあの銅型で作ったものなんですけれども、はい、これはウール100です。かなりふんわりと織り上げられたものなので、ウールならではの柔らかさ。いやでもこれはーウールでも相当柔らかいですね。いいウール、うん、今回このチェックに関しては、はい、あとブラウンのベースのチェックも あって2色作ったんですけれども、なるほど、総柄チェックにすることで、まあ、存在感はあるんですけれど、うん、控えめなんですよね。大きいんだけど控えめで綺麗ですねこのコートね。そうなんですよね、冬ってどうしてもこうコート1枚でやっぱり何とかしないとファッションで成立しない部分が多くあって、うん、これ1枚で主役級のコートですね、うん、それをこうロングであえて作りました。なるほど。ちなみにこれお値段いくらぐらいなんですか。あこれも同じ値段です。え47万3000円なんです。あえそう考えるとこのカシミヤのコートが異常ですね。異常に安いんです。これも当然あのハイクオリティのウールです。めちゃめちゃいいウールってことですよね。はい、もう一着ありますよね。あとはあのジャージーの新型ですね。おダブルにして、はい、少しボタン位置を下げてちょっとトレンド感をこう盛り込んだものっていう。これも素材はウール100になりまして、張り腰がある。あ張り腰ありますね。ありますね。でも気持ちいい。これすごい、ちょっとさらっとパリッとシャカッとシャリ感みたいなものはちょっとシャリ感ありますね。ありますよね、うん、やっぱりウールで作るジャージだと ね、はい、やっぱりこういう風なタッチになって、うん、ジャージにするときってコットンベースのものがほとんどなんですよ、うん、やっぱりどうしてもコストが上がっちゃうとかっていう事情もあるんでウール使いにくいんですけど、まあ、ベルベスはそこはもうあのそんなことに妥協してるブランドではありませんので、当然ウールにはこだわるとなるほどいうところにはなってます、はい、いくらでしょう。17万500円です。おまだお買い求めしやすいしやすいギリギリ。こういうジャケットの需要っていうのが、うん、やっぱりすごくこうニーズとしてすごく上がってきてる。なるほど。伊勢丹の売り場でもね、まあ人気ですよ ね、はい、ただ使い勝手のいいだけのものじゃなくってやっぱり質が良くってやっぱりあの着やすいもの、まあ、そこは求められてるのかなっていう感じはある、はい、なるほど。ほ
これ全て伊勢丹で取り扱われてるんですもんね。そうですね。で本当にベルベスト今すごいまた人気が再燃というか、こういう価格帯のものを買うお客様って当然限られるんですけど、うん、まあ、ナポリの洋服もいいし、うん、サルトのビスポークもいいんだけど、またベルベストに戻ってきたお客様って結構いて、多分なんかマインドがこう綺麗な洋服がいいとか、うん、上品な方がいいっていうムードなのかなと思うんですけど、まさに今ブームですね。乗りに乗ってる、はい、おげさまで、はい、やっぱり最近あのなんかこう生活環境変わって断捨離される方って多くなってるじゃないですか、はい、そうすると、うん、なんか改めてちゃんとしたものを買わなければいけないなっていう風潮がやっぱり来てるところあって、うんうん、まあ、ベルベストの服、うん、もう一度っていう声は多くなってきてるのかなと思います、うん、本当タイムレスであり、まあ、モダンであり、全部集約してますもんね、いいところを ね。稲葉さん、こちらの商品をどこで買えるか教えてもらっていいですか、はい、こちらは、イスタンメンズ館5階で工藤さんも店頭に立っておりますので、お、はい、ぜひ来ていただけたらと思います。あと BR オンラインの方でも、うん、はい、そうなんです、 BR オンラインの中のモールにですね、はい、伊勢丹のモールがオープンしておりますので、そちらでもぜひお買い求めください。面白いな、ベルベストの会話、ね、いつも面白かったです。毎回ぶっ飛ばされますね、うん、2020年秋冬のなんかこう傾向とかもで、ね、見れたし、ベルベストってやっぱりもうちょっと先を行ってる気がするから、うん、そこも垣間見れて今日ね非常に楽しかったです。最後にお二人からちょっと告知を聞きたいと思うんですけれども、はい、まず工藤さん何かありますか。今回の収録の公開日明けで、実は先ほどご紹介したレザージャケットのオーダー会を開催することになりました。はい、でスウェードとナッパレザーを含めて10色以上の中からお選び。あ、10色、あ、はい、それは伊勢丹でやるんですか。伊勢丹でやります。納期がね、まあ、4ヶ月ほど見ていただく形になるんで少し長いんですけれども、通常のスーツと同じようにライニングだったりボタンだったりっていうあの仕様は選べますので。ちなみにオーダープライスになるとどのぐらい上がるんですか。既製服だと29万7千なんですけれど、はい、あのオーダーになると36万3千円で、あ、ちょっとやっぱ上がるんですね。上がります、はい、であとはあの袖の丈だったり着丈の調整だったりっていうことはできますので、なるほどなるほど、あの通常のこう規定で合わない方なんかに関しては、うん、あのすごく貴重なあのタイミングなんじゃないかな、うん、ね、そうですね、あのぜひお勧めしたいなと思います、はい、1週間オーダー会やってるそうなのでぜひ行ってみてください、はい、稲葉さん何かありますか。はい、そうですね、あの今のイベントもそうですし、メンズ館5階ではですね毎週たくさんのイベントをお届けしておりますので、うん、なんかありそうだな、いろいろなんかありそうぜひ引き続きよろしくお願いいたします。はい、じゃあ星葉さん以上ですかね。そうですね、お二方またぜひいらしてください。ありがとうございました。ありがとうございました。次回はこちらです。社長を直々に来てくださったプラスアメリカからこれさえ着てれば OK というものを提供したかった。ソルブの新作がたくさん出てきたと。ラクジャケというのはきっちり見えながらも楽で快適な着用感、はい、どうも初めまして、カシミヤ好きでございます。これ本入るな、これ見事に入りました。ああいうさコート、うん、黒のカシミヤのあれはリッチだな、はい、買えるかな買えないかなってずっと頭の中で計算してました。すごくお似合いでしたよ。いやあれはやばいよ。ちょっとあとやっぱりマスターズで優勝したようなあグリーンの今まで僕着たことないのね、ああいう色、うん、やるんだったらどういう風なコーディネートするかなってずっとそれも頭によぎってました。ちょっとコーディネート聞きたいですけどね。いやね、なかなか、まあ、難しいな。黒のタートルとかでしっくりいくのかな、黒のパンツとかで。いやベルベストはやっぱりこうシンプルだからこそ、うん、面白い。そうだよね、うん、ぜひですね本当挑戦してみてください、はいはい、じゃあ最後宣伝を。はい、私寺田由紀いろんな活動をしております。情報はですね SNS に載せておりますので、ぜひまずはフォローしていただけたらと思います。お願いします。そして、はい、この BR チャンネル以外にもですねミニマルワードローブチャンネル、フォルスタスタイル、いろんなチャンネルやってますんで、そちらもご覧くださいということで、皆さんまたお会いしましょう。この辺でチャンネル登録はこちら、こちらです。そしておすすめ動画がこちらです。こちらもご覧ください。